出せん、貴様を打ち砕く。はい、どうもドラッキーです。 KOF98 アルティメットオンライン、実況やりましょう。ただいま、オークションガチャ最終日の9時26分、あと4分で火炎鏡がね終わります。で、僕今ねポイントが4860なんですね。で、やっぱこのもうすぐね、30位が届きそうなので、ちょっと狙っていこうかなと思って、録画してます。あと2分、とりあえずねこの50のとこまでは一旦、回しましょう。2回回しましょうか。ダイヤをね使うの非常に嫌なんですけど、まあこの破片がおそらく28枚になるんかな。本体星3で28枚と、プラス10枚もらえますね。38枚。ってことはやっぱり5000ダイヤぐらいなら使う価値があるので、まあ取っていこうかなって思います。じゃあとりあえず2回回しましょう。ここで出ないですかね、2回目。そんなことありえるんかな。まあ2回回しましょう。はい、ここでまさかのもう1回とかね出たらね、まあ動画映えするんですけどね。インスタ映えじゃない、動画映えね。はい、押しました。出ないですね。今現在5060ポイントで38位。5400ぐらいいけば30位入るかな。うん、これもらっておきましょう。劣化本ですね。劣化本ゲットで、あと1分30秒ですね。約ちょっとドキドキしますねこれ。実況で今もう現在ね、まあ、見てもらったら分かる通り現在撮ってるので、声も もちろんそのまま入れてるのでね、あの喋ってると過ごしてしまう時間をね、過ごしてしまう可能性もあるので、ちょっと注意していかないといけないですね。あと2回回せばとりあえず現在30位に入るんですけど、まあそんな簡単にはいかないと思うのでね、あと3回ぐらい覚悟してます。3回4回ぐらいかな。やばいやばい、こんなんちょっとチャット見てる暇ないっすわ。あと1分す。さあどうなるか。あと1分来ましたね。29分になりましたよ。あと57秒。この30位の人がどれだけ上げてくるかですよね。とりあえずこれ一発回して、3回回せばとりあえずは29位になれるかな。よし、回します。はい、1 2。出ろ出ろ出ろ。ここで出ないか。出ろ出ろ出ろ。あー、さすがに今32位。マジで、おお、回してきますねやっぱり。あ、違う、危ねえ。今、うわ、回してくるな。マジか。あと20秒、現在31位。マジで、思ったより回してきますねみんな。そりゃそうか、ちょっとやばいぞこれ。今なんぼや、今25位。5600。もう一発いこう。あ、終わった。え、大丈夫？ちょっと待って、なんかしかもフリーズしましたよ。ちょっと待ってくれ、これはちょっとやばい。なんかフリーズして閉じれんくなりました。え、ちょっと待って、30位で終われたんかな。一旦ちょっと止めますね。また再起動します。ちょっと待ってくださいね。じゃあ一旦止めます。はい、では再起動しますね。これどうなったんやろう、ちょっとね心配なんですけど、ほんまにあの10連一発の差やった気がするんですね。でしかもなんかフリーズしたんで、なんかそれがこのゲーム内に影響してないかちょっと不安なんですけど、今再起動してます。おお、いけた、よかった。お、30位ギリギリ。怖ー、マジか、危ない。最後ね押したつもりやったんですけど押せてなかったみたいですね。あと1回。え、30位結局、あ、これなんか見にくいですよねこれ。多分やけど、
80ポイントぐらいの差で30位、入れるか入られへんかやったんですね。なんとかね取れました、星さんの、これね。よし、何回回したんやろ。結局8回回したんですね。まあ5000ダイヤ使って、あ、やっぱ28枚ですね。5000ダイヤ使って破片が38枚なので、まあお得ですよね。回しに行ってよかったです。はい、アリーナで、頂上決戦の大会のね、観戦に行ったじゃないですか。前に動画上げたと思うんですが、そちらの参加ボーナスが今来てたんですね。これ美味しいですよね。1000ダイヤと万能破片5枚と、1000万コイン、これは美味しいですね。ありがたく受け取ってきます。でそっち、その時の、まあ、内容っていうのもまたね動画で上げようと思ってるので、またねその興味のある方はね見てください。では今回、この辺りでね終わりましょうか。ぜひもう会員今日、あ、ちょっと育成状況だけチラッと。ですね、今星4で黄色3まで上げて、戦力が17万6000って感じ。今0が23万4000で、まあ、ここと交換するつもりなんですね。こういう感じで。で、18万6000になりますね。で、こういう陣形にしていこうかと思ってます。で、やっぱりそのね、お試しで、お試しで戦ったんですよ。この今のこの、この今日の能力で戦ったんですよ。まだ全然育ちきってない星4の、もちろん9門とかなしで、まあ、装備はこんな感じで、スキルがぼちぼち上げてるんですけど、まあ、こんな感じでねちょっと戦ってみたんですけど、やっぱりね、アッシュとネームレスの必殺ダメージが上がるじゃないですか。バフで、バフじゃない、パッシブスキルで、それがめちゃくちゃ強くて、まあそれだけでもやっぱりこの強を入れる価値っていうのは非常に大きいと感じました。なんでもう星5にとりあえずして9門を開けるまではねやろうと思って、すぐやろうと思ってるので、まあ今後楽しみですね、今日がどんな感じで活躍してくれるのかが、うんって感じで、今日をね育てていきますので、まあ、今回この辺りで終わります。ではご視聴ありがとうございました。